達也、琥珀、2人のバイク好きから始まる。この時を永遠にという思いから無限と名付けられた。やがて4人になり、圧倒的な強さを誇る。何にも縛られない生き方と揺るがない絆に一人また一人と魅了され、最強の7人になった。達也が抜けた後も無限の勢力はさらに広がり、いつしか100人を超える伝説のチームになる。無限の巨大な勢力によってその一帯は統率が取れていた。無限を誰かが頭張るチームじゃなかったはずだ。達也さん心配してましたよ。琥珀さんもこんな無限望んでないんじゃないですか。あいつは自分から無限抜けたんだ。心配される筋合いね。そんな無限に唯一屈することなく、たった2人で渡り合った兄弟がいた。天宮兄弟。天宮兄弟やって名を上げようとするやつなんてな、5万というんだ。それに昔2人とも格闘技やってて、その全てが返り討ちだよ。それにな、一番上の兄貴はもっと強いぞ。しかし仲間の手によって琥珀の親友である達也が命を落とし、つくもも昏睡状態になったことから無限は解散した。天宮兄弟も姿を消し、彼らの存在は伝説となった。